はい、どうも佐久間優吾です。早速本日も人生に役立つ情報を配信していきます。本日のお題は、人と約束ができることは素晴らしいこと。こちらを今から読んできます。人と約束ができることは素晴らしいことです。ただ約束をしただけ。人と約束するくらいはよくあること。別に珍しいことではない。そう思うかもしれませんが、見方を変えると特別な意味が隠れています。まず約束は信用がなければいけません。できません。全く信用のない人から約束しても守ってくれないので、約束をしようと思わないでしょう。約束ができるのはあなたに自信信用があってできること。つまり誰かと約束したなら、それだけ相手から信用されていると考えることができます。信用ができるだけの価値があると褒められていることにもなります。相手から信用されているのはとても素晴らしいことではありませんか。あなたがするべきことは、その信用を裏切らないようにきちんと約束を守ることです。大きな約束なら必ず守る。小さな約束でもきちんと守りましょう。小さな約束でも約束は約束です。守る自信のない約束なら、あえて約束しない選択も大切です。断った方が誠実さが伝わり、かえって信用が増すこともあります。人との信頼関係は小さな信用の積み重ねです。小さな約束を守り続けていくことで、ますます信頼関係が強化されます。今日の格言、人と何か約束できることの幸せに気づく。なるへそ。大きな約束も小さな約束も必ず守る。なるほどね。約束事は相手が自分にとって信頼をしてくれているという証拠。その意識を持って接したいですね。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録、コメント等バンバンお待ちしております。それでは今日はこの辺でドローン。